本日2024年、9月28日、15時1分、こちら、兵庫県などの地震が発生している地点の場所なんですが、これは、震度1から、右の方にこの大きさ、マグニチュードの大きさを丸の大きさで示しているんですけども、こういった形でどの地点で1年間で発生したかを、表記しています。2023年の1月1日から、12月31日までなんですけども、これが、このあたりだと、向こうが、訂正、加古川近辺です。で、加古川の上流を登っていくと、この笹山川の方へと、伸びていっています。で、このあたりでしたら、それらと、あと、向こう側の河川の、下流のあたりという位置になってきます。もう少し右の方は、こちらの方は、稲川や、大阪府のこのあたりの方に関しては、京都、一部京都府とかになってくると思うんですけども、淀川の上流など、そういった形に、なります。で、こちらが、拡大している地図なんですけども、この淡路島を見てもらったら分かる通り、加古川市、この辺りから、河川がこう北に、伸びてるんですけども、これ見てもらったら分かる通り、ああ、そうだなと、地点が、大体合ってるなと。もう少し西の方に行くと、揖保川や市川など、そういった河川もあります。そのあたりがこのあたりですね。で、向こう側がこのあたりです。で、この加古川の上流がこう、両方あるんですけども、左手の方と右手の方と、その右手の方を辿っていくと、笹山川というところになりまして、こちらの方も、もともと河川の幅は結構広いです。で、ただし、河川の底から水が抜けていて、こうなってる可能性が非常に高いと。で、この南の方なんですけども、こちらは、紀の川というところですね。この淡路島を見てもらったら分かる通り、この右手の、淡路島のちょっと出っ張ってるところ、その横に、和歌山県の陸地がありまして、大阪府がすぐ隣接されてますけども、その少し南の方にこの発生地点がたくさんあると。では、その少し南のこの85ページと86ページ、こちらの方を見てみましょう。これが、紀の川ということになってくるんですけども、これです。読み方、紀の川で合ってるかどうかは、ちょっと地元の人間じゃないと分かりませんので、地元の人間でも、向こう側のことを向こう川と橋に書いてあったりとかすることもあるので、地元の人でも、はっきり分からないことあります。で、85がこのあたりで、ちょっと待ってください。85ページが、このあたりでちょうどこうなって、85より南の方だから、あとは86ページの方ですね。先ほどの大きな河川、紀の川がこちらで、こちらの方にも河川があるんですけども、このあたり、他にも、こういったところもありますけども、この和田川というのも、一つの原因と、多分、紀の川のその底の方から、こちらの南の方にも、多分、だいぶ、流れ込んできてるような気がします。河川の底の整備を、特に下流のところなんで、皆さんまず工事してるところ、なかなか見かけたことないと思うんですよ。コンクリート化してるかどうかで、砂地のところはかなりまずいです。あとはこの辺り、淀川の方ですが、
淀川の方で行きますと、大阪府。これが、淀川なんですけども、これ下流の方で、海に近づいているところなんですけども、こちらの方はもっと上流のところですので、これを、辿っていきますと、河川の撮影とかに行って、ちょっと地図がだいぶボロボロになってますが、これが、淀川湖上流に、続いていって、います。で、ですね、ちょっと待ってください。これが51ページですから、51ページ、ここで見てもらった方がいいですね。50、先ほどの淀川が通ってたところは51ページで、この50のところが、池田市や、宝塚、その隣49番のところは三田市になるんですけども、淡路島を、起点というか、中心として、地図を見やすくすると、関西に住んでない方とかでしたら、こういうふうに説明した方が分かりやすいかなと思って説明しています。この辺りになってきます。ですので、河川の底ですね。そこを、しっかりとコンクリート化することによって、かなり、震度1とか2とかでも、年間の回数で結構あるんですよ。震度3とかでも、十二分に怖いと思います。この表記はマグニチュードですので、地下、深かったら地表は震度1とか2とか、そういうふうな形になるんですけども、1年間で、揺れた回数によって家にもダメージがだんだん蓄積されていきますので、この辺に関しては、しっかりと対応した方が、いいと思います。だから マグニチュード4ぐらいでこれぐらいの円の大きさということになってくると思います。地上でどれぐらいなのかと、あとこの紀の川のところのあたりのところは、ちょっと回数が多すぎて、もうどれぐらいの大きさかちょっとわからないです。で、こういったこと、あとは僕のホームページでどれぐらい河川の底から水が抜けているか、それはまた後ほど説明いたします。こちら、向こう側なんですけども、その、向こう側に合流する河川で、こちら天王寺川という、河川があります。この辺りの、水の量と、その隣の、この天神川、この両方が、合流してるんですけども、天神川も、もう一つ、途中から合流する河川があるんですが、それらを、踏まえて、ちょっと、見てみます。こちら自分で河川撮影しに行った時なんですけども、この位置のこの水の量で、大体覚えておいていただきたいんですが、先ほどの、この天王寺川の、176号線、この道ですね、オレンジ色の、その道沿いを少し、北に行ったところ、この辺りのところを、撮影しています。で、その、次ですね。少しお待ちください。天王寺川のところがもうすぐしたら撮影して水の量がわかるかと思いますので。
まあ、これぐらいの量が上流の、天神川の、水の量です。一応まあその段差あるところとそうじゃないところで、映像だいぶ見方が変わってきますので、これ説明してる一瞬、その段のところで、先ほど一瞬だけ段のところが映ったと思うんですけども、まあ、段差のところで水の量が、先ほどあれぐらいであったと。で、この辺りがもう一つの河川と合流しているところです。まあ、右手の方と左手の方です。で、両方合わせても、水の量はこれぐらいしかないと。で、もう少し上流の方が、まあ、まだ水があったんじゃないかなというぐらいになっています。で、河川の底を見てもらったらわかる通り、コンクリート化されてないところが多数あります。でですね。まあ、この辺りで、天王寺川と、合流してるんですけども、それでもやっぱり水の量、かなり、少ないです。このさらに下流行ってこの水の量です。コンクリート化が全然されてなくて、多分これ河川の底、土とか石だと思うんです。で、まあ、この水の量と。まあ、後から先のところは、まあ、向こう側に、まあ、合流するんですけども、まあ、向こう側、まあ、雨が降った翌日2日ぐらい、経過してからなんですけども、まあ、そういうふうに晴れた日が2日続いた後の水の量でも、まあ、これぐらいありますと。で、まあ、ちょっと段のあるところを、ちょっと一時停止しますね。この段のあるところで、水の流れてる量が、まあ、どれぐらいか見ていただいたらわかるかと思うんですけども、またこの下流へ行ったところで、まあ、水の量が、少なくなってるんじゃないかなと見受けられる部分があります。これ、ちょっとね、判断がなかなか難しいのが、水平すぎると水の流れがあんまりないので、水の量がわかりにくいんですよ。で、まあ、これがもう少し下流のところなんですけども、橋がありましてと。まあ、水が減ってるように見受けられます。河川の幅が先ほどの、場所と比べて川幅がどうなのかというところもあるんですが、で、こういうのは河川の底から水が抜けてる現象っていうのはもう日本中、至る所の河川がそうなっています。まあ、私の自宅の近辺のところの河川も、そのように、もうパッと見で、何メートルか、まあまあ、何百メートルか進んだだけで、水の量が、ガクンと減ってるなと、いうのが、見受けられます。まあ、河川の底から水が抜けてる状態で、まあ、非常に危ないということです。でですね、
ホームページ、淡井圭介の履歴の、まあ、YouTube 一覧表っていうのがあるんですけども、その下の方のところで、ですね、この防災関係確定事項、世界中どこの国も同じですって書いてるところ、まあ、向こう側に関しては兵庫県の、県庁の方へ電話をかけて、まあ、河川の底の整備をするような、工事は、だいぶ前に、始まりました。電話をかけたのが半年ぐらい前ですかね、1年ぐらい前ですかね、まあ、それぐらい前に電話をかけて、でまあ、その先ほどの、YouTube 一覧表防災確定事項って記載しているところに、まあ、先ほどの内容や、こういったページへ、アクセスできるようにしています。で、この場所に関してなんですけども、これ、5ページ目だと思うんですよ。で、上の方は最初の方に出てくるのは、これ、12月1日。1日から31日までの分ですので、ここを見るのではなくて、もう少しカーソルを移動させて、こちらの1年間の統計を見ていただいた方が、分かりやすいと思います。まあ、これ1年間ですので、まあ、10年、20年と続いたら、どうなるかっていうことを考えていただいたら分かるかと思います。まあ、これがまず、地震の、その、河川の底から水が抜けていて、まあ、地震が発生しているという一つの根拠です。あとは、2023年、もしくは2022年、2023年だったと思うんですけども、春先ぐらいですね、京都の方で大雨が2回降って、震度4の地震が2回発生しています。だから、まあ、どこの河川の状況、どこの都道府県の状況も、まあ、大体同じだと思います。あとは、この YouTube 一覧表、自然再生可能エネルギー、河川水門開式ダム発電、地下水流ストレートトンネル、回転扉発電と記載されている欄なんですけども、まあ、こちらの方に、各河川の撮影に行った時の、その動画にアクセスできるようにしています。でですね、こちらの方の、まあ、先ほどの天神川の件などは、まあ、表記している文章を読んでもらったら分かりやすいと思うんですけど、この後半の方を見ていただいたら、先ほどの動画出てきます。で、もう一つ、こちらの方の動画見てもらっても分かると思うんですけども、兵庫県の JR、笹山口駅、まあ、笹山市からですね、三田市の、愛野駅近辺まで、撮影している、まあ、動画あるんですけども、まあ、向こう側の上流なんですけども、まあ、この27っていうとこ、この北の方へ行くと、まあ、笹山市になるんですけども、まあ、この向こう側、こういったところで、途中の河川で、そこそこ水の量、流れてるんですよ。まあ、この辺りまで来たらですね、まあ、こう河川がちょっと蛇行してるんですけども、そこそこ水流れてるんですけども、途中から、沼地みたいになってると言ったらいいんですかね。水の流れがあまり見受けられなくて、河川の底は、これはコンクリート化してないなっていうところがありまして、そこを通した後、河川の水の量が、かなり減っていると。だから、まあ、まあ、この動画を見ていただいても、まあ、それらは、確認できると思います。まあ、一応、ちょっと一旦、動画、とします。まあ、これは向こう側の上流なんですけども、ちょっと見えづらくて申し訳ないんですけども、本当に上流のところ、これ見てもらったら分かるとびっくりすると思うんですけども、最初の方はこういう状況です。まあ、ここからまあ、様々なこう河川が合流していってですね、まあ、水の量が増えていくんですが、ちょっと待ってくださいね。まあ、途中がどれぐらいの水の量なのかとか、まあ、間、早送りするような形で、表記、撮影します。
これもちょっと分かりづらいですね。申し訳ないです。ちょっと待ってくださいね。まあ、水の量は、まあ、これ、まあ、ここで、まあ、三田市にはもう入ってるところです。でですね、まあ、これは、途中で合流している河川です。まあ、こういったところが無数にありまして、まあ、水の量は、増えていっていると、まあ、こういうふうな状況です。ただし、至るところで、まあ、水の量がもう少し増えておかなければ変だなっていうところはあります。こちら、岩倉と書かれてる橋なんですけども、一旦動画止めますね。で、これが、まあ、三田市なんですけども、まあ、JR 草野駅がありまして、相本駅がありまして、この近くに岩倉という地名があります。多分この辺りの河川だと思うんです。で、この辺りでは、まあ、ある程度、この辺りまで来ると、ある程度の水の量に、なっています。まあ、それは先ほど撮影していた場所なんですが、どこかちょっと段になってるところの映像があったら水の量が分かりやすいんですが、ちょっと画面も今反射していて、分かりづらいですね。もうちょっと前に戻って、ちょっと待ってくださいね。まあ先ほどの場所なんですけども、まあ大体、まあこの辺りの、河川、の位置だと思ってください。まあ、まあ段のところ見ていただいたら分かる通り、もう少し、河川、右手の方にあります。で、水の量なんですけども、まあ、段差あるところの方が分かりやすいと思って、まあ、この映像を今お出ししてるんですが、まあ、あれぐらいの量なんですよ。で、各河川が、こう、合流している中で、まあ、ちょっと水の量が、まあ、少なく、見受けられます。まあ、さらに下流へ来たところの映像です。で、河川の底は、コンクリート化されてないんですよ。石とか、こう、見受けられると思うんですが、多分、まあ、この辺りもそうなんですが、ここから先のところも、まあ、合流してる河川とか、サイドから、田んぼから水とか、だいぶ流れてきたりとかしてますんで、まあ、この辺りでもそうですね。水の量分かりやすいかとは思うんですけども、いろんなところから水がずっと合流してるのに、この地点まで来た時に、水の量がかなり変だと。まあ、これがさらに下流に行ったところなんですけども、ちょっと自分の指で見づらくなってますけど、まあこういうふうなちょっと沼地みたいにこう見受けられるような、一応まあこう河川で下流の方にこう、まあ続いてるんですけども、ああいうふうなところも多分全く河川の底をコンクリート化してないと思われます。あの辺りまで行くと、そうですね。もうこの青のダムよりかはまだ上流です。で、まあ、この辺りだとは思うん
です。まあ、先ほどの地点ですね。ちょっと待ってくださいね。一回ちょっと巻き戻して、河川の幅自体もこう狭くもうなってるんですよ。完全に。で、流れてる水の量とかも。まあ、あの辺りが抜けてる地点だったとすると、まあ先ほどの地震が発生している地点の赤い丸のところですね。そのあたりと比べてもらうと、話整合性が合ってくるんじゃないかと。まあそういうふうに、ご覧になっていただけるかと思います。これ、真ん中に水集まってるだけで、で、水が真ん中に集めて、この、量なんですよ。だから明らかにここまで下流まで来てこの水の量は絶対的におかしいです。まあこういうふうに合流してきている河川がいくつも、途中にありました。だけど水の量は上流の頃と比べてあんまり変わってないように見受けられたと思うんです。もうこれかなり、歩いてきてます。もう、まあ、日没近く、まあ、夕方になっています。まあ25分ほどの動画なんですけども、笹山口から歩いてきてますので、まあ朝方に笹山口についてですね。で、まあこの辺りまでで、結構な、距離になります。まあ河川蛇行してますので、直線距離じゃないんですよ。やっぱりこういうふうに大回りしながら歩いてますので、まあ結構な距離になります。で、これが最後、ちょっと待ってくださいね。どこの駅に乗って、乗車してるかで、駅名確か映してたと思いますんで。訂正です。萩野駅と記載してましたけども、そうじゃなくて、広野駅で乗車してましたので、まあ、やはりこの区間のところが、まあ、沼地みたいになってる。あ、そうですね。確か、この病院、